私たちは連絡堂という笹森純三先生が創立した道場で、その息子さんである武先生にずっと教わってきて、小長井東流、それから石崎先生は新武装林崎流という流派の宗家でありますね。刀が長尺の刀ですね、刃渡りが一尺以上ということで、そういう刀の居合術の宗家になりますね。それでその他に直言流、その3つの、あと十手術もあります、4つですね、すごい4つの流派をその道場で継承して、世田谷にある大学のという道場で継承して、現在も稽古を行っているという形になります。なぜかと言いますと、その我々が今修行しているものは全部津軽弘前藩ですね。津軽校というのがですね、非常に武道の造形が深くてですね、いろんな流派、小野井流まず説明しますとですね、小野井流がどんどんこう型が現代剣道の元と言われてまして、防具剣道が主にやられるようになって、幕末もですね、型自体がだんだん忘れ去られそうになったんですね。それは東北の北辺の地で、津軽の地というのは型をずっと残してたんですね。それで山岡哲秀先生、またそのお弟子さんであった高野笹三先生、津軽に行って、その小野井流でもう一回型を取り戻したと、指南役というか、そうですね、山岡祖光先生の子孫なんですね。山岡祖光先生と会津の腕でですね、武田軍団で小畑寛平に指揮してですね、徳川家で重宝されました。それで津軽ではですね、その山岡祖光先生を藩に迎えたくて招聘したくて行くんですけれども、それが必ず山岡祖光の娘さんに自分のお弟子さんを嫁がる、結婚させてですね、津軽でお殿様の家老職につけたんですね。そのくらい文学、それから武道に造形が深い、そういう津軽藩というんですね、代々そういう武道を奨励していた藩、そこに残ってた方をこれからご披露させていただくという形になりますので、よろしくお願いします。そこで今日は直言流薙刀術、大薙刀術ということで、皆様に演舞させていただきたいと思います。気軽にですね、質問なり何なりお受けしますので、その都度手を挙げていただければ。それで今日は三位投げ方を持ってきましたので、体験などもできればと思ってますので、よろしくお願いします。それではまずこの直言流投げ方術っていうのはどういう流派かと言いますと、平安時代からですね、ずっと戦国時代の前半ですね、までちょっと剛力無双のですね、僧兵、お寺の敷地を守るためになんか兵隊を雇ったっていうか、でそうお坊さんを目にして、主な方も弁慶とか想像していただくと分かると思うんですが、ああいう方たち、剛力無双の人たちを雇ってそういう守らお寺を守らせたという形になります。それでもう一つは武士ですね。よく平家物語とか太平記なんかに載ってきますけれども、薙刀を振りかざして、それで今から見せて見てもらいますが、水車を振りかざしながらとか、よく物語に載ってくるんですね。そういう言葉は技の名前というか、そういう一つの名前なんですけれども、そういうものは歴史上どんどんそういう記述に載ってきてます。ただ残念なことにですね、戦国時代が織田信長ですかね、私もちょっと勉強不足でちょっとあれなんですけれども、集団で槍を使って、集団でこう戦場でですね、集団戦法といいまして、集団でこう行うものが主流になってしまったんですね。それで戦国時代のもうからは、薙刀はちょっと今から水車見てもらうんですが、左右をちょっと使いますので、集団戦法には馴染まないということで、どうしてもどんどん江戸時代戦国時代であまり使われなくなってしまった。それが津軽の地でずっと一人剛力無双、それから勇者の武器としてですね、残さなきゃいけないだろうということで、どんどん残ってきたのがこの直言流薙刀ということになります。これで一つ分かっていただきたいというか、ここでちょっと主張したいのがですね、これから水車という技を振ってもらいますので、ちょっとご披露申し上げます。じゃあ、こちらから正面に向かって、ちょっと正面から見ていきます。
こういう形で相手にどんどん迫ってくると。そうですね、これ木刀なんですけれども、ここからここが約あれ一尺八寸ですかね。それが薙刀の、刀の部分、切っ先の部分ですね。そう思って見ていただければ分かる。これがどんどん迫って、これが水車と言います。これはもう一つ言いますと、相手は一人ではありません。戦場なので左右の敵、ここにいる敵、ここから狙ってる敵まで投げていって、どん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 相手を追い詰めていくと、縦敵という形になります。基本的に1人1対1の型なんですけれども、こうやって戦国時代というのは1人で多数を相手にする、それで勇者の武器って言われてたと、そういうふうに言われておりますので、それがだんだん集団戦法の方が戦場では利があると、そういうことでこういう薙刀がだんだんされてきて、江戸時代になってましたら男薙刀なんですね。これは女性の薙刀、天道流、直進影流、今の現代の薙刀、短い薙刀、女性が、男が外に行って戦場で行くときに、室内、自分の家、一族を女性の手で守らなきゃいけなかった。そういう時代に女性の薙刀が江戸時代は流行してきた。で、男薙刀っていうのはあんまり日本ではないですかね、ないって言っちゃまずいんですけどまあこうやってはっきり残っているのはこの極来か、もう一つ香取神道流にもありますね。そういうことでやってみたいと思います。じゃあちょっと話が長くなりましたけれども、今からちょっと技を3つやります。最初の技は虎口爪、虎の口の爪、上虎の口っていうのはすごい牙を持って、下顎上顎はすごい、それで噛み砕くという技を1本目にやります。2本目はお車、どん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 相手を追い詰めていって、車輪が回るようにして仕留めるというふうに名前がついています。で、3本目がですね、関戸といいまして、相手が門を開けようとして何回も何回も挑んでくるんですけれども、それを開けさせない。で、最後には強引に押し開こうとしたところを仕留める。その3つをちょっとご披露させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それから相手がすぐ上げた時に滑られないように
相手はしっかりと相手を進めさせる。そしてもう遅くては意味がない。どん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 相手に攻め込まれないように相手を切り上げる。これでいきますね。それで相手が何らかの弱点というのは必殺が強いんですね。鍛えてあるから。この木の部分、この太刀打ちといいますけれども、ここにあの弱いので銅金を巻いて、銅金であの金を巻いたり、一度飾りがついてますね。あれはここを補強してる。だけど刀で狙うのはこの太刀打ちなんです。そこを狙っていく。それをあの、滝流し、滝を流すようにっていう技なんですけど、落としてそのまま上顎、虎の上顎で打ち落とす。これが上顎です。そして相手が面に来たところを下顎で切り、腕を切る。これが上顎、下顎。昔の方の技を考えるとすごいですね。で、お車の場合は同じですね。まあ、ここまではいいんですけど、相手が打ってきた時にここ で車を車輪を回すようにしてこう切るのが2本目ですね。で、3本目は珍しい技だと思ったと思われますけど、赤道と言いまして、相手がこう水車に行って、相手はこの固く守ってますから、それを何とかして門を開けさせようとするところを引いて顎を切る。もう一回門を開けさせる。強引に押し切ろうとしたところを貫いて腕を切り上げる。そういう技ありますね。だから柏木、今平和の祈りが込められているところをやれてますけど、柏で踊っていいんですか。柏で踊ってる。